それではただいまより令和6年度第8回市長記者会見を始めさせていただきます。中口市長よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は案件通して2点、1点は堺市見守り合い事業の開始、そしてもう1点は堺市博物館企画展仁徳天皇陵と近代の堺開催についてお伝えをします。まず堺市見守り合い事業の開始です。はい、毎週お伝えをしています。堺市政運営の大方針堺市基本計画2025、この中で重点戦略の施策として高齢者が安心して暮らし続けられる生活環境の整備という項目を掲げて目標値を設定して取り組みを進めています。こちらは警察庁が公表している認知症を原因として警察に行方不明者届が出された人数を表したグラフです。こちらグラフを見ていただいて分かると平成24年から令和5年までがございますが、棒グラフが年々増加をしているという状況です。令和5年には延べ 19,039 人、過去最多、統計を取り始めた平成24年の約2倍の数字という状況です。堺市の行方不明者も多い状況でして、中には命の危険につながりかねない行方不明事案も発生していると聞いております。このような状況から堺市では不安を抱えるご家族などに安心していただけるように堺市見守り合い事業を始めます。65歳以上の市民の方で認知症などによって行方不明になる恐れがある方を対象に見守り合いステッカー、こちらがその絵ですが、実際の実物がこちらのステッカーですね。はい、このようなステッカーをお渡しをいたします。はい、こちらステッカーの使用例ということでありますが、このように小さなステッカーですので、それぞれ上着であったり帽子、杖、また財布と対象の方、見守りたいとお考えの方に持ってらっしゃる衣服やまた所有物に貼っていただく、もしくは縫い付けていただきたいと考えております。事業全体のイメージについてです。はい、行方不明者が発生をした際ですね、こちらは家族、ご家族などが見守り合いアプリで協力者の方々に捜索依頼を行う、この情報発信を行います。はい、そしてアプリを登録している協力者の中から行方不明者を発見された場合ですね、こちらが協力者の方が行方不明となっている方を発見した場合、このステッカーに掲載されている緊急連絡転送 ID という番号がありますので、こちらをですね、この番号0120から始まった番号書いてありますが、こちらにご連絡をしていただくと、ご家族などの連絡先につながって結果的に早く発見することができるということにつながります。こちらは転送サーバーを経由をしていますので、個人情報を公開せずに行方不明者の家族等に連絡することができます。はい、発見後はご家族などがアプリで全ての協力者の皆さんに発見を知らせまして、捜索者の情報は自動的に消えます。はい、こちらのイメージです。捜索依頼をかけた際のアプリの画面のイメージです。配信する範囲はスマートフォンの位置情報を利用していまして、今こちらは5キロメートル以内の介護者からという内容がありますが、一番短いもので半径500メートル、そして最大20キロメートルの4段階で設定をできまして、身長など行方不明者の特徴をこの情報を登録することができます。
アプリをダウンロードしている協力者が多ければ多いほど実効性が高まりますので、ぜひどなたでもご協力いただくことができますので、多くの方に登録をしていただきたいと思います。今回お伝えした取り組みについては、ステッカーとアプリを活用して行方不明になった認知症の方の早期発見につなげる新たな見守りの仕組みです。これまでも行方不明となられた認知症の方々、市としても対応を行ってまいりましたが、この度スマートフォンのアプリという新しい仕組みを導入して、さらに効果的な安全安心につなげたいと考えております。ぜひ市民の皆様、事業者の皆様、多くの方にご協力をいただきながら、地域全体で認知症、高齢者などを見守る体制を構築をして、きめ細かな支援を行うことによって、認知症になっても安心して暮らし続けることができる地域を実現したいと考えております。はい、続きまして、堺市博物館の企画展、仁徳天皇陵と近代の堺の開催です。はい、堺市博物館にて近代の仁徳天皇陵の歴史をひも解く企画展、仁徳天皇陵と近代の堺を開催します。過去の企画展におきましても、発掘調査から出た埴輪や土器など資料をもとに古墳が作られた時期や特徴に焦点を当てて実施をしてきましたが、今回は近代の仁徳天皇陵と、そして堺の人々のつながりという切り口を設けまして、テーマにしております。宮内庁に残された古文書や公文書ですね、や陵墓を描いた絵図、また地元堺に残る明治天皇が明治10年に湯屋小学校で授業をご覧になった様子を描いたものなどを展示をいたします。こちらが宮内庁にある内容でありましたり、こちら湯屋小学校で授業をご覧になられた時の、仁徳天皇陵が日々の当時の人々の暮らしに溶け込んでいた様子を感じていただけることと思います。はい、開催にあたっての枠組みです。開催にあたっては宮内公文書館、そして関西大学と堺市の3社で協約書を結びまして、それぞれの専門性を生かして今までになかった視点での展示を共催にて行います。このような枠組みで行います。堺市と関西大学は令和4年度から宮内庁宮内公文書館にある歴史的な資料の調査研究を進めました。仁徳天皇陵に関わる当時の宮内省と堺の人々のつながりなど、その成果を広く知っていただくことを目的に、この展示を企画をいたしました。宮内公文書館が地方自治体共催でこのような企画展の開催は関西では初めて、東京であったり首都圏に関してはこれまでも取り組みというのは聞いておりますが、関西では今回がこの堺市での取り組みが初めてということです。関連行事も実施をいたします。こちらも宮内庁や関西大学堺市による調査で判明した成果を発表する内容になっておりまして、10月13日には、はい、関西大学講演会はまず最初ですね、9月22日と10月6日、こちらが研究経過成果等による講演、またシンポジウム10月の13日、こちらは関西大学堺キャンパスでシンポジウムを開催をいたします。最新の研究成果に基づいて陵墓の適切な保存と未来への継承について考える機会といたします。また11月には現地見学会といたしまして、仁徳天皇陵廃城など講師と共に巡りまして、近代周辺で行われた出来事やさまざまな解説を聞きながら出来事の解説を聞きながら今回の企画展への理解をより深めていただくことができます。仁徳天皇陵に関する資料をたどることで、近代の堺の人々の生活と仁徳天皇陵のつながりを知り、大切な遺産を守る意識を広げる機会にしていただけたらと考えております。私からは以上です。
それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただき、ご質問の方をよろしくお願いいたします。ご質問ございますでしょうか。はい、そうしましたら日刊工業新聞さんどうぞ。すみません、日刊工業新聞の富井です。はい、見守り合い事業に関して、はい、質問なんですけども、まず9月2日に開始ってあるんですけど、これは何が2日から始まるんですか。登録が始まるっていう意味なのか、サービス、どういうふうに理解したらいいですか。はい、登録とサービスという認識でよろしいですね。はい、はい、すいません、担当からよろしくお願いします。区役所での申請の受付が9月の2日から開始いたします。分かりました。9月2日から受付開始ということ で、この事業に関してなんですけど、まず堺市として今までなんかこの見守り合い事業に相当するようなものが今までどういった取り組みがあったのかということと、他の自治体でも同じようなこうアプリを使った取り組み似たようなものがあるのかという、なんか調べている状況などあれば教えてください。はい、まず1点目、これまでの取り組みについてです。堺市高齢者徘徊 SOS ネットワーク事業、通称見守りメールという内容ですが、を実施をしておりました。こちらも行方不明になる恐れのある認知症高齢者の方と事前登録を行いまして、その時に身体的特徴や服装などを協力者に電子メールやファックスで一斉に送信をする事業でした。こちらは事前登録者数ほぼ横ばいから減少傾向にありまして、より今回のような位置情報から一斉に配信をすることができる、しかも個人情報にも配慮した内容ということで効果的だと考えておりますので、こちらに切り替えるということで考えております。そして他自治体の事例についてですが、少々お待ちください。はい、今確認をしていますのは、大阪府内でいうと吹田市、枚方市、大東市とですね、また東京都、富山県、石川県の自治体等でも実施をされていると聞きをしています。大阪府内では5市ですね、先ほどお伝えした内容に加えて富田林、羽曳野市ということです。ありがとうございます。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。毎日新聞さんどうぞ。毎日新聞の原です。同じくこの、見守り合い事業の、件なんですけれども、先ほど全国の認知症の行方不明者数の話を市長なさいまして、で堺市でも危なかった、事例があったといった趣旨の話されていましたけれども、この、行方不明者数なんですが、堺市では傾向として、データ等あるんでしょうか。それと、はい、あとはその実際にその危なかった事例っていうのがどのくらい、あとは具体的な事例があれば教えていただきたいんですけれども、はい、まずこのデータというのは総数でしか公表は控えてほしいということで警察となっておりますが、堺市の状況だけお伝えをすると、全国この近年令和平成24年からガガッと増えていまして、ぐっと増えていて、そして、令和に入ってから少し横ばいでまた上昇ということです。堺市においてはこの5年間だけのデータですが、おおむね横ばい、高い水準で横ばいになっているという状況です。具体的な事例分かる範囲、答えられる範囲で担当者からお伝えをさせていただきたいと思います。それでは担当課よろしくお願いします。詳細な事例までは把握はしてないんですけれども、大阪府内でですね、保護されたケースですと、大阪府警の方からですね、堺市の方にも情報提供がございまして、例えば同じ方がですね、10回とかですね、何回も行方不明になって保護されてというような形で連絡も入っておりますんで、そういった形で課題になっているかなというふうに認識しております。大体市民で年間何人くらいっていうのはざっくり目安としてあると分かりやすいんですけど、それも公表できない感じでしょうか。なんとかお願いします。何例ですかね、人じゃなくて。そうですね、大阪府警の方で
公表されているのは全国の数字と、都道府県の数字までということで伺っておりますんで、人口あたりにすると大阪府も高い方でして、堺市も高い方というふうには伺っているんですけど、ちょっと詳細なところまではこちらも公表は控えてほしいというふうに言われておりますんで。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。日本経済新聞社さんどうぞ。すみません、これ申し込みが、対象者やその家族等とあるんですが、これ認知症であることの証明というのは必要になってくるんですか。それでは担当課よろしくお願いします。申請の時にですね、介護保険 の, 保険証も一緒に持ってきていただくような形を想定しておりまして、介護保険の情報の認定調査の情報をこちらで参照することによって、確認審査をした上で問題ないということになれば成果を渡しさせていただく形を想定しております。とその認知症ではない方が来た場合はどうされるんですか。基本的には認知症で行方不明になる恐れのある方ですんで、ある程度柔軟に対応しようとは思っているんですけれども、完全に何も問題のない方であれば申請は受けても却下ということになろうかなと思います。あとこのカラーのチラシにですね、上記以外で申し込みの場合は入会金利用料ステッカー費用が必要ですということは、有償であればこのサービスを受けることができるということでしょうか。それでは担当課お願いします。すでに民間の事業者で実用化されているサービスでして、堺市を通して対象の方申し込んでいただければ本人負担は無料なのですが、それ以外の方で直接民間に申し込んだ場合は有償で費用がかかる形になります。この民間のやってらっしゃる事業そのものも認知症でなければこれは使えないサービスになってますか。これは民間の方どなたでも申し込みできますので、認知症に限らず堺市の事業として対象にするのは認知症の方ということになります。うちの子供はよく迷子になるんで、こういうサービスありがたいって思ってる親御さんがその民間事業者がやっているこのサービスに入ることはできるわけですね。はい、可能です。わかりました、ありがとうございます。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。時事通信さん、ごめんなさい、共同通信さんよろしくお願いします。共同通信に、よろしくお願いします。まずこの見守り合い事業についてなんですけど、先行事例が大阪府内でもいくつかあるということで、お話をお伺いしている限り結構その当事者のご家族以外に一般のこう市民の方も登録しないとこう結構機能しないのかなとも思ったんですけども、他のその先行事例でこうどのぐらいこう普通の市民の方が登録してくださってこう機能しているものなのかとか、何かこうお話がございましたらお伺いしたいです。はい、事業を実施するにあたりまして、他自治体で行っている府内の自治体での事例も参考にいたしました。その先行して導入している事例をもとに、堺市でこれぐらい導入してもらいたいなという人数は今約2万人と考えておりまして、ただかなりの人数ですのでね、ただ登録アプリされないとその協力した情報が発信されなくて、その例えば半径5キロとか何百メートルとかというところで見当たらない可能性もありますので、市としても周知呼びかけまして多くの方に登録していただきたいと思います。ありがとうございます。そうするとその、家族の方とか当事者の方を除いて2万人の方が登録してくださると、この事業自体がうまく機能する見込みという理解でよろしいですかね。どこまでいけばというのはその事例にもよりますし、地域差があっても機能あまりしませんので、広く呼びかけながら一人でも多くの方に登録をしていただくということです。また今回実施をしますが、その状況も踏まえて、より途中でもですね、またさらなる呼びかけであったり協力依頼をすることも想定をしております。ありがとうございます。あと企画展の方でなんですけれども、こちら今回その何点か公開というか展示される予定の資料でいただいたんですけど、この中で何か初公開のものとかもしございましたらお伺いしたいというのが1点と、あと市長としてこう特にこうどれを皆さんにご覧いただきたいかというところを一言いただければと思います。お願いいたします。はい、それでは先に担当課の方から説明させていただきます。
ご説明いたします。おすすめのものというふうなご質問の初登場というか 初めて出るんですね。はい、資料として、ご提示させていただいております中で、例えば仁徳天皇陵平面図といった図面は初登場ということ、初めて博物館で展示をさせていただくような資料になっております。今報道提供の資料の中でもその絵を写真をご覧いただいているかと思うんですが、この中にも私がこれまでも何らか書物であるとかインターネット等で目にしたことがあるものもありますし、そうでない内容もあります。特に市民の皆さん、また市会の方でもですね、なかなか宮内庁に残された公文書を目にする機会というのは多くないと思うんですね。ですので本来は公文書館にありますので一般的には公開されてないものであってもですね、このような堺市で行う、そして仁徳天皇陵がある堺市との連携によって実現するということで、私自身も本当に楽しみにしておりますし、また視点がですね、これまでは世界遺産元古市古墳群という視点でしたが、今回は仁徳天皇陵、宮内庁が管轄する仁徳天皇陵と、そして近代の堺の人々との暮らしというつながりですので、ぜひ多くの方、市民の皆さんにもご覧いただきたいと思いますし、私自身もどういうものが宮内庁で残されていて、それが公開される方の楽しみにこの日を待ちたいと思います。ありがとうございます。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。 NHK さんどうぞ。ちょっと 見守りの、はい、戻っちゃうんですけど、お聞きするの気の毒かもしれないですけど、見守りメールは結局 どれぐらい登録者とか、あるいはその見守ってもらいたい側の登録者というのはどれぐらいいらっしゃったんですか。登録者数は今これは公表可能ですね。はい、令和新規登録者数ということでいうと毎年100件強ということでした。これは実際の成果について説明お願いします。担当官お願いします。はい、見守りメールの配信件数なんですけれども、最近はちょっと件数が減っておりまして、令和5年度の1年間では5件ということになっております。配信件数が5件です。はい、見守りメールの受け手である登録の事業所の方はですね、現在令和5年度末現在で2401件のですね、事業所が協力事業所として登録いただいております。個人じゃなくて事業所単位で登録されるもの。はい、今の見守りメールの配信先は、事業所単位になります。今回の見守り合い事業については事業所でも個人でもどちらでも登録はできます。単純に10倍ぐらい欲しいなっていうわけでもないってことですね。2401件と目標の2万件はカテゴリーが違うから単純には比較できない、うん、はい、はい、そうですね、はい、あとこれって予算ってどうなってるんですか。予算規模っていうのは、はい、今年度の予算当初予算で計上しておりまして、予算総額としては626万8千円です、はい、あと冒頭に市長まさにおっしゃったように、その要は何回も出てますけど たくさん登録してもらわないといけない問題があって、はい、でなかなか見守りメールは難しかったですよね、ですっていう話だったと思うんですけど、なんかものすごい集中的にキャンペーンしたりしないとなかなかハードルが高いというか宝の持ち腐れになっちゃうのかなと思うんですけど、なんかそのあたりの工夫とか あるいは前々からここのセーフティネットリンケージさんから話はもらってたんだけ けどいやいやうちは見守りメール頑張るんやってなってたのかとか、なんかそのあたり この経緯も含めてなんですけど、はい、工夫その、いやいやうちは見守りメールあるんだからそっち頑張るんやっていう話の経緯の下りと、あとその登録キャンペーンみたいなことを考えていらっしゃるのかどうか、はい、まずこれまでも見守りメールということは実施をしてきて、手立てを打ってきましたが、ただ伸び悩んでいるという状況はありました。そして一方で私が就任してからですね、
これまで事業者の皆さんが堺市と協力したいという場合にそれぞれ部門ごとに連絡をされていたので縦割りだったんですが、それを一元化するような堺コネクテッドデスクという仕組みを立ち上げました。そこでまずはご協力したいともしくは相談したいという事業者の皆さんワンストップでお受けをしてつなぎ合わせるという仕組みです。ここにセーフティネットリンケージ様から提案をいただきました。その協議をする中でですね、それでは今年度実施をしようということに至りました。これまで先行している自治体の事例もありますので、例えば先ほどの2万人の根拠となった自治体の皆さんとも今の収支の状況であるとかどうしたらより効果的に進んだかということをさまざま自治体にもお話をお聞きしながら効果的な周知を図りたいと考えています。それでは他にご質問いかがでしょうか。はい、それでは日本経済新聞社さんどうぞ。すみません、今日の発表ではないです。先週いただいた堺東のエリアの件なんですけれども、先週では河原町公園を、先にやるんだという話だったと思うんですが、その後いろいろ議事部方の方にお話を伺っているとですね、行政外区西側ゾーン、ここはですね、要するに地権者が非常にこうカチッと決まっているというかですね、郵便局であったり年金機構であったりということで、こちらの方がその地権者との交渉はよりスムースに進むのではないかという印象を持ったんですけれども、例えば明日でしたっけ、大阪に切って大阪ができると、はい、次は切って堺だということでここに複合施設を引っ張ってくるとかですね、こちらの方が先行するということはあり得るんでしょうか。私たちがこれまで検討を重ねてきた中で実現可能性というか、まずは川町公園という思いはありましたが、ただ早く進むことによってですね、この堺東エリアの活性化につながりますので、並行して行いますから、もちろん西側エリアがスムーズに進むことというのは望ましいと思います。今郵便局さん中心とする場所ですので、例えば明日オープンする切手みたいな複合施設がオープンすると、それも一つだと思いますし、一方でこの堺東という堺の経済商業行政の中心である場所を活用しながら民間業者の皆様からさまざま提案をいただきたいと考えております。土地利用に関しては当然その地権者との交渉とか何度も出てきましたけれども、そういう意味ではこう、地道なですね、階層を重ねなければいけないのが河原町だとすれば、むしろその行政外区の方は筋が通ればトントンといくという意味では、市長自らがですね、関係省庁なり年金機構なりのトップにあって、協力を仰ぐとかですね、そういう、いわゆる市長のトップセールスというのはどうお考えでしょうか。はい、先週もお伝えしたように、これまで全くこの話がなかったわけではなくてですね、堺市としてもそれぞれの機関とお話をさせていただいております。その結果こういうふうな公表にもつながっております。おっしゃったように川町公園というのはもう地権者が多くてですね、これから地道な交渉も丁寧な対応も必要だと考えております。今具体的な絵として進め方として先週もお伝えをしましたが、一方でこの西側のところも並行して行いまして、その結果西側の方が早いということも可能性としてはあり得るのかなと考えております。そしてこれからの協議については必要に応じて私自身もちろん先頭に立ってですね、進めながら、特に基本的にはそれぞれ担当の部門で協議をすることかと思いますが、ここはどうしても前に進めたいとか、ここでさらに例えば堺の姿を感じていたことによって進展するということは私が直接お話する場面もあるかと思います。あとこれも先週お聞きしましたけれども、中本の計画を見るとですね、中本もやっぱり2030年代に、大きな方向を見せて40年に完成であると、ほぼほぼこう2つの計画が電車で5分しか離れていない場所の計画が並行して動くことになると思うんですけれども、これはもう両方とも成り立ちうるんだというお考えで進めていかれるんでしょうか。はい、成り立ちうると思って、これ堺市が例えば行政でそこの開発行為を行うというよりも、
行政が持っている土地であるとか、もしくは佐賀東の場合は地権者の皆さんと交渉ですが、民間事業者の皆様がそこに投資をしていただく、事業を行っていただくということですので、十分に可能だと思っておりますし、もう一つ付け加えるならば、今水ヶ池公園、深谷駅周辺にある水ヶ池公園でも今開発を行っておりまして、こちらも令和9年度の完成予定ですので、さまざまな場所で開発であったとか活性化は並行して行えると考えておりますし、逆にそうしなければ、今特にお隣の大阪市さんでは活発に都市の有効活用は進んでおりますので、堺市としても埋もれた可能性をそのままにすることなく引き出すための取り組み、行政と民間事業者の皆さんも連携しながら大きく前に動かしたいと考えています。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではご質問がないようですので、これにて市長記者会見を終了させていただきます。